マッテアカルダーラは、イタリアベルガモ出身のサッカー選手。ベネツヤア FC 所属。イタリア代表。ポジションはディフェンダー。地元ベルガモのアタランタ BC でキャリアを開始。プリマベーラでのプレーを経て2014年5月18日のカルチョカターニア戦でセリエ A デビューを果たした。その後2014年夏にセリエ B のトラーパニカルチョへ、2015年夏には AC チェゼーナへ、 それぞれ1年間のレンタル移籍を果たした。2016から17シーズン、ジャンピエロがスペリーニ監督にスタメンで抜擢され、アタランタの活躍に貢献。その活躍が認められ、1500万ユーロの移籍金でユベントス FC への移籍が決定。契約は2021年まで。なお、2018年6月30日までは、レンタルの形でアタランタに残留する。 2017から18シーズン後、ユベントスに加入し、プレシーズンの試合にも出場したが、2018年8月2日、AC ミランへ5年契約で移籍することが発表された。ユベントス FC は AC ミランと移籍金3500万ユーロを2年間で支払うことで合意したと発表した。同時に、ユベントスはデモドリの形でレオナルド・ボヌッチを同額で獲得しており、 実質、ボヌッチとのトレードとも言える。背番号はかつて、シアゴシウバが着用していた33番。2018から19シーズンは、アキレス腱の部分損傷や、左膝前十字靭帯の断裂など度重なる怪我に、悩まされて、長期離脱を余儀なくされた。2020年1月12日、アタランタ b c に18ヶ月のレンタル遺跡で、復帰することが発表された。 2021年8月9日、ベネツヤ FC へレンタル移籍することが発表された。国際 A マッチ2試合例得点。ありがとうございます。